ランス語の動詞を活用するときコツがあります。もちろんそれぞれの動詞を学んでそういう動詞の活用を覚えてもいいんだけど、それをしたくない人とか早くに結果的にフランス語の動詞の活用を学びたい方へそういうコツを教えたいと思います。実はフランス語の動詞ってさ、3つのグループに分かれています。で、グループによって活用があります。だからこの動詞は何のグループの動詞って分かっていたら、次はどんな風に活用したらいいを分かります。簡単ですね。それでは早速始めましょう。1番目の動詞のグループなんですけれども、er と終わっている動詞です。例えば、parler、manger、respirer。大体、ほとんどの er と終わっている動詞が1番目のグループの動詞となります。で、活用するときは、e、es、e、ons、ez、ent っていうふうになります。例えば、je mange、tu manges、il、elle mange、nous mangeons、vous mangez、il, elle, mange. だから、この動詞は1番目のグループの動詞ですよって分かっていたら、じゃあそういう活用になります。簡単でしょ？ 2 番目の動詞のグループなんですけれども、er と終わっている動詞を含めています。でも注意してみてください。3番目のグループも er の動詞も入っていますので、どうやったら2番目と3番目のグループの動詞を区別したらいいんですかと思ったら、それも教えたいと思います。2番目のグループの動詞だと、例えば finir、finissant っていう活用をできたら、じゃあやっぱり2番目のグループです。で、フランス人は言うだけでこれは合ってるか合ってないか分かります。でも、フランス語を勉強している人は多分わからないと思うんですから、Google で活用してみてください。例えば、mourir。mourissant を言えば2番目のグループになります。でも、正しくなかったら3番目のグループになりますね。mourant の方が正しいですから、これは3番目のグループに入ります。だから、finir、finissant、venir、venissant、venissant 言えません。Google で書いてみてください。venant が正しいですから、これは3番目のグループ。nourrir、nourrissant。はい、ピンポンピンポン合ってますので、これは2番目のグループです。で、2番目のグループの活用はこんな風になります。is、is、いて、いそん、いせ、いす。例えば、finir だと、je finis、tu finis、il、elle finit、nous finissons、vous finissez, ils, elles finissent. T'es fini, n'animas. Content de chaud?3番目のグループなんですけれども、複数の動詞が入っているグループです。ということで、er と終わっている動詞、er と終わっている動詞、oer と終わっている動詞、dre と終わっている動詞が含めています。で、大体はそういう動詞を暗記して学ばないといけない動詞です。それはしょうがないですね。うん、例えば、er の動詞だと、aller の例えをしたら、je vais, tu vas, il va, nous allons, vous allez, ils vont. あとは、venir の動詞、je viens, tu viens, il vient, nous venons, vous venez, ils, elles viennent. voir, recevoir, je reçois, tu reçois, il reçoit.Nous recevons, vous recevez, ils reçoivent. T'es fini? Katsuyo shimasu. D-R-E no doshi da to, tatoeba prendre, comprendre, wa, konna fini, katsuyo shimasu. Je prends, tu prends, il prend, il, elle prend, nous prenons, vous prenez, ils prennent. Soyu mitsu no grupu no doshi wa, kakko kei no passé composé を使うときも楽になりますので、ぜひぜひみんなそれを覚えておいてみてください。最後まで見てくれてありがとうございます。それでは、あ、ありがとう。